おはようございます。今日は18日の火曜日でございます。気温は15度なんですけど、意外と涼しく感じますね。なんか結構なんか路面も乾いてて、雨も降ってないから結構湿度低めで、蒸し暑さは軽減されたかもしれないですね。昨日よりは過ごしやすいかもしれないです。はい、今日の朝食です。コーヒーとヨーグルト、福島の祖父にもらったヨーグルトと丸ごとバナナの、この表、あのカステラが表面にあって、でこのクリーム、生クリームの中にバナナが1本入ってみたいな、そういうやつと、朝食べるって言ったキャラメルコーン。マジでね、こういうの朝食った方がいいですね。夜太るわ、これは。これ食べます。自分丸ごとバナナ好きなんですよね。なんかスイーツっぽくて、カステラと生クリームが入ってるんで、もうスイーツっぽくてめちゃくちゃ美味しいんですけど、パワーがあるっていう。いや、この生クリームが大量に入ってるのが最高ですね。めちゃくちゃ美味しい。いやー、なんか書き出し失敗してますね。なんでなんだろう。さ、ここですよね。2415。ここで止まったら、この2415、IMG2415 っていうファイルに問題があるんだと思いますが、さあ行けるか。さあどうだ。あ、ちなみにフレーム数はね、これ毎秒30フレームぐらい出てて、今日も調子いいですけど。さあ行くか。あ、行った。あれ何なんだろう。ちなみに言い忘れた。これ再起動してみたんですけど、それ関係あるんですかね。ちょっと様子見てみます。さあ2415のここでね、終わるところなんですけど、ここが終われば多分うまくいけるはず。いやー、これ行ってほしいですけどね。今ちょっと容量が結構いっぱいで、早くこれをアップして容量開けたいんですが、そこの2417のファイルに、このバーが移動したら、まあ、ほぼ成功って言ってもいいんじゃないでしょうか。さあ行くか。あ、そう、ここで止まったんですよね。今ちょっとプレビューで見てますけど。さあ行ってくれ。あ、ダメだ。やっぱここのなんかこの、2415っていうファイルが、終わるところで、なんか、止まっちゃうみたいですね。なんでなんだろうなぁ。これちょっと原因は不明なんですけど、一応ここまでの、今の、ここまでのファイルは残ってて、書き出したファイルがあって、とりあえずこれを貼っつけて、なんでしょう、この、残りの動画を後ろにくっつければいけるかな。ちょっとそれやってみます。これ食べてみます。なんだろう、ふがし？うん、ふがしだ。うまい。さあ、あるものの結果が届きました。残念でした。なんで不合格なのにこんなでっかいので来んの。症状残念です。ごまだれがないので、お好きなものをスイートチリソースかけてちょうだいパーティーみたいです。じゃん、ドリキンの